ご来場の皆さん、エグプラネットパークへようこそ。エグマメ、調子に乗りやがって、いつの間にこんなの作ったんだ。気をつけないと、どんな罠があるか分かったもんじゃないぜ。気にすぎじゃないソニック、この遊園地とっても楽しそうだよ。おいおいテイルス、エグマンがみんなのために楽しい遊園地なんか作るわけないだろ。ろくでもない理由があるに決まってるじゃないか。そうかもしれないけど、でもこんな目立つ場所で悪いことをするかな。エグマンもそこまでバカじゃないと思うよ。わあ、それはゆっくり考えるとして、見ろよこの眺め。エッグマンなんかどうでもよく思えてくるぜ。ここまで何も問題ないし、気楽に行こうぜ。問題なかったかな。皆さん、エッグマンのスペースエレベーターへようこそ。エッグプラネットパークまであっという間に到着するからな。シートベルトの締め忘れにはくれぐれも注意するんじゃぞ。エッグマンこそ頭のネジを締め忘れてるんじゃないのか。チェックも何もなかったし、どんな奴が乗ってくるかは分かんないだろ。エッグマンより悪い奴なんていないから気にしてないんじゃない。そういうことか。エッグプラネットパークでは悪者の入場を一切お断りしておるぞ。エレベーターにわしより悪い奴がいないことは監視カメラでチェックしたので安心してくれ。そりゃ安心だ。でも頭が痛いよ。待て待て待て、マジの悪党だ。お前また声の設定がおかしいぞ。それは忍者か侍か。くるくるくる、覚悟しろ。待て待て、心配してくれるわ。こっちか。はい、めんどくさ。どう見ても悪党は追っかけてるロボットの方だな。なぬ？へい、何してるんだ？なんだなんだ？わお！